国立アメリカ空軍博物館の上空からの写真国立アメリカ空軍博物館の IMAX、シアター国立アメリカ空軍博物館、正面入り口国立アメリカ空軍博物館はアメリカ空軍の公式なアメリカ合衆国立博物館である。かつてはアメリカ空軍博物館と呼ばれていた。オハイオ州デートンの真東、リバーサイドのライトパターソン空軍基地にある。 400以上の航空機及びミサイルを展示しており、そのほとんどが屋内に展示されている。入場は無料である。国立アメリカ空軍博物館のロビー、イカロスの銅像が飾られている。B-29 ボックスカート、ファットマンの複製国立アメリカ空軍博物館は、太平洋戦争で長崎市への原子爆弾投下に用いられた。 B-29 スーパーフォートレスである、ボックスカーの実機、ただ1機現存する、XB-70 バルキリー、4機現存する、B、B-36 のうちの1機、アポロ15号のコマンドモジュールをはじめとする数多くの、歴史的、航空技術的に貴重な航空機、宇宙機及びその関連品を所蔵、展示している。展示飛行機のうち、 かなりの数は隣接の滑走路へ飛んできて展示エリアで眠りについたものである。博物館には別館があり、アメリカ合衆国大統領専用機や XB-70 バルキリー、UF-12、X プレームなどの試作機、実験機が展示されている。本館をどんなに探しても見つからない展示がある場合は別館に展示されている可能性があるため、 ボランティアの学芸員に尋ねて展示場所を確認して見ると良い。別館はライトパターソン空軍基地の敷地内にあり、博物館というよりは格納庫である。本館のギフトショップと展示室の間にあるカウンターで写真付き身分証明書を提示し、氏名を登録しなければ見学することができない。また、見学者は一旦ホールに集められ、見学の際の注意を受ける。 見学者は別館の中では写真撮影などもできるが別館に向かうバスに乗車している間に空軍基地の敷地や建物を撮影することは禁じられている。また基地内への侵入を防ぐために人数の確認を厳密にしており、帰路のバスの乗車人数が行きのバスの乗車人数と一致しないとバスは発車しない。別館の見学には移動も含めて2時間ほどかかるため、 ツアーで訪れている見学者には、時間的な都合で見学が困難であることも多く、カウンターの係員にツアー客かどうか必ず確認を取られる。一般的に有名なスミソニアン博物館の国立航空宇宙博物館よりも展示スペースが広く展示物との距離が近い。来場者の手に届くところに実機があるが、展示物が傷むため触れるのは禁止されている。 また、国立航空宇宙博物館では、写真撮影やビデオ撮影に用いる三脚の使用が禁止されているが、東博物館では全く制限されていない。以前には、野外展示だった大型木格納庫の拡張により、屋内に移されている。夏休みやクリスマス休暇には家族連れや、学校の団体が多く訪れたり、海外からの団体ツアーのコースにも組み込まれていたり、 するために混雑するが、その他の時期にはじっくりと実機の細部を観察でき、白識なボランティア学芸員と話をすることができる。ボランティアには、年間を通じて、博物館にいる赤いジャケットを着ている者と、臨時の青いジャケットを着ている者とがおり、専門的な質問は赤いジャケットのボランティアに尋ねた方が的確な、回答が返ってくる可能性が高い。ほとんどの来場者は、 自家用車でのアクセスである。床が固く面積が広大なのに休憩箇所が少ないので、ハイキング用の足固めが望まれる。非常に広いため、事前に見たい展示が決まっていなくて2時間程度の短時間で見学する場合は、最初に一番奥のミサイルスペースギャラリーまで行ってしまい、キロに展示を見ながら入り口へ戻ってくる歩き方も良い。 国立アメリカ空軍博物館に到着した VC-137C サム26000、フランクリン D ・ルーズベルト、ハリー・エストルーマン、ドワイト・ D ・アイゼンハワーが使用したいくつかのアメリカ合衆国大統領専用機を所蔵する。大統領専用機コレクションの中心は初めてエアフォースワンと呼ばれた機体である VC-137C である。この機体は ジョン・ F ・ケネディ大統領からリチャード・ニクソン大統領まで使用され、後に予備の大統領専用機として運用された。この機体を最も使用したのはリンドン・ B ・ジョンソン大統領である。この展示区画は空を飛んだ先駆者たち、特に世界初の空港となったハフマン・プレーリーを拠点に試験飛行を実施したライト兄弟を軸とする大きなエリアである。 1909ミリタリーフライヤーの複製が、ライト兄弟のその他の遺品とともに展示されている。このエリアは、教育的な展示が置かれるとともに、アメリカ航空士の栄誉の伝道も兼ねている。博物館は、その所蔵品の中に、アメリカ陸軍航空隊及び、アメリカ空軍の被服及び、制服の膨大な目録を持っている。第二次世界大戦期の由緒ある、 A-2 レザーフライングジャケットが常に50着以上展示され、その多くはアメリカ空軍史に残る人物が所有していた。それ以外のものは、それらの元の所有者と彼らと空を飛んだ飛行機と、その任務を表現するために、美しく描かれている。博物館の展示には、ジミー・スチュアート大佐が着用していたジャケット、P-38 の エースパイロットであるリチャード・アイ・ボングの B-3、シープスキンジャケットとブーツ、真珠湾攻撃の間に飛び立った数少ない、陸軍航空隊パイロットの一人が着ていた、A、A-2 ジャケット、ロナルド・レーガン大統領の P コートなどが含まれている。宇宙機展時の目玉、アポロ15号コマンドモジュール、エンデバー第三角脳ことミサイルホールの建設が2004年に完了し、 第三格納庫には現在、B-2 スピリットステルス爆撃機、F-117 ナイトホークステルス攻撃機のような冷戦時代の航空機が収容されている。宇宙関連展示、大統領専用機及びより大型化した教育福祉区域を収容する第四格納庫を新設するためと市民の利便性を高めるための改修を行うための予算の調達が始まっている。 博物館は主に航空宇宙を取り上げる IMAX フィルムを特徴とする IMAX シアターがあるが、これらの映画は有料である。国立アメリカ空軍博物館は所有する展示品以外の航空機をアメリカ合衆国内の別の航空博物館に貸し出している。これらの太陽航空機のほとんどは当博物館で展示されている航空機と機種が重複しているものである。 博物館のスタッフは、対与された財産の保存と復元の質における高い水準を要求しており、国立アメリカ空軍博物館から、航空機を対与されている、博物館が航空機を保存するのに、十分な資質を持たないと考えられる場合には、これらの対応を打ち切ることがある。これは、過去に映画の題材にもなった、B、B-17 爆撃機、メンフィスベルで実際に起こった出来事である。 国立アメリカ空軍博物館の歴史は、デートンのマコックフィールドの技術部が最初に技術遺産を収集した1923年に遡る。それらは1927年にライトフィールドに移転され、一連の建物に収容された。1954年にかつてフェアボーンの元パターソンフィールドにあったエンジンオーバーホールハンガーであった89号棟に収容され、 これがアメリカ空軍博物館としての最初の永続的な施設となった。博物館の多くの航空機は屋外に中期され、風雨にさらされていたが、1971年に現在の施設が最初に開館するまでそのままであった。本来のライトフィールド固有の別館を含めず、博物館の区画の一辺の長さは1971年の設立から3倍以上になった。 次に、国立アメリカ空軍博物館の展示品の一部を示す。この他にも多数の航空機、ミサイル、その他の兵器、歴史的な品々が展示されている。なお、特に注がない場合は、アメリカ合衆国で開発されたものである。第一次世界大戦機マーチン YB-10、戦艦機、第二次世界大戦機 B-25B ミッチェル A。 6 m 2零式艦上戦闘機朝鮮戦,戦争機 C-124 シングルオーブマスター2冷戦機 B-36JP スメーカーと f 9 4エスターファイアベトナム戦争機国立アメリカ空軍博物館上空を飛行するハノイタクシー2005年12月冷戦後期冷戦終結後大統領戦用機研究機 開発機 X-15X-36 ミサイル AIM-4F スーパーハルコン AGM-62 ウォールアイ核爆弾機関砲火砲最初のジェット版専用機はボーイングの博物館に展示中アーカイブされたコピー2008年6月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年8月7日閲覧2008年8月学芸員団 ありがとうございます。